はい、皆さんこんにちは、一輝です。ゼルダの伝説風のタクト HD 実況プレイパート21始めていきます。よし行こう。おら行って、くそ、逃げろ逃げろ逃げろ。行って、これ何、止まんなきゃいけないの一回。これ無理じゃん、すんなり通ることできないよ。うわー、こんな野郎、てめえこんな鳥野郎が。無敵、ダメージ受けた後の無敵。そしてボスです。ちょっと回復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 。ああ、妖精さん、妖精さんここに欲しかった。なんかしょうがない。いざボス。さあどうなるかな。おう、ん、おお、よくぞここまでたどり着いた、選ばれし者よ、最後の試練を受けよう。幻想的な部屋なんだけどな。ん、ガジョン、キュイーン、ガジョン、これか。うわ、これ途中に出てきたやつじゃねえの。爆弾投げて、手がある、手がある、手は完全にこれだよね。逃げて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 。これ剣で切れるかな。ほらほら、オンパーツ、完全に、あ、なるほど、両面打って、わわ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 、片方も打って、爆弾を入れる。あ、弱い、そんなに強くねえぞこいつ。問題はね、弓の数なんだけど。1 2の2の2だから6発打ち込めば、6発じゃねえ、あと目、避けて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 、いってー、逃げろ。よし、あとは爆弾と、うわ、弓が足りない。開かれた、選ばれし者よ、これより先に起こることはお前が選んだ定め、
心して行くがよい。テレレーテレレー、よーし、やっほー、やったぜー。あ、戻った戻った。あった、ハートの座出た。よし、テレレレレレン、ハートの座を手に入れた。これでハートが8個。よし、光に包まれてワープの、ここどこだ。まあ、とりあえず上登ってみっか。よいしょ。これかな。よよよ、関係ない。これなんだ、どうしろって。違うな。これか、これでどっかある？あ、あった。やっぱりな。いけ。ゴーゴーゴー。よし。おお、すげえ。これで。ん？下に行った。ああ、なんか光の輪がある。おお、帰ってきた帰ってきた。お、どうしろって。よくやった一輝。どうやら神はお前を勇者であると認めてくれたようだ。だがお前の試練はここで終わったわけではない。目の前にある光の輪の先にある世界、そこに一歩足を踏み入れたとき、そこからがお前の本当の試練の始まりなのだ。覚悟はいいな一輝。もちろん。出発。沈んでったよ光に。ああ、水の中か。これ水の中の世界か。息が苦しい。お、泳げないんだ。あれ？大丈夫っぽいよって。どうかな。あ、トライフォース。この BGM は懐かしい。ゼルダの、毎度おなじみゼルダの曲だね。てってーんてってれれれれー。あー、いいねー。ん？ってことはこれハイラル城か。多分そうだよね、ハイラル城だよね。ここが一体どこなのか聞きたいであろう。だが今はそれを説明してる暇はないのだ。お前がこの城で手に入れたもので、ガノンを、見事ガノンドルフを打ち果たすことができたなら、おのずと全ては明らかになるはずだ。さあ、私の言うことを信じて早く城の中へ入るのだ。じゃあ行きましょうか。お、時が止まってる。こいつらは明らかにガノンドロフの兵隊だよな。王様、あ、ゼルダ、そしてリンク。取っとこう。
後ろ向いてんじゃねえか。さて、ここでちょっと頭をひねってもらおう。お前が目的のものを手に入れるには、この城のどこかにある地下への入り口を見つけなければならない。だが、その場所への入り口は敵が侵入できないよう硬い扉で閉ざされているのだ。その場所がどこで、どうやったら扉が開くか、お前にはわかるか。手がかりは城の至るところにある紋章の形だ。まあ大体は予想つくから、よいしょ。顔が見たいんだよな、これ。よし、この辺からかな。ズーム。よっ。よし。で、じゃこれ掴んで、引っ張るんですよ。して、これを引っ張って、で、ここにガショーンと。で、それを3回箇所でやんなきゃいけないので、よし。よいしょと。で、これを。こうして、よし、あと1個。これはね、こうして、こうして、こう、よいしょ、 OK。でれれれでれれれ、タライホース完成。わーで、動いて、あー、ここで取ればよかったかな。ここで取ればよかった。よし、じゃあ今度はこの位置からもうちょい下がって、ちゃんと剣も持った状態での勇者を絵に残すと。よし、入ろう。あそこだな。よいしょ、さすがだな、一気。あの仕掛けを見破るとは大したものだ。さあ、目の前にある剣を手にするのだ。あのガノンドルフを地上から消し去る大魔の剣、マスターソード。よし、これで初めて勇者になれるぞってあ、すんなり抜けたぞみたいなあ、やばい、動いた。くそー、大丈夫おー、光が集まる。まぶしい。おう、どうかな。ん、あ、色が戻った。色が戻り、時が動き出す。おお、すげえ。まあガノンドルフの兵隊だろうけど、ん、はあ、お、ステンドグラスがすげえ。よし、やあ、
マスターソードを手に入れた時の勇者が使ったとされる伝説の大魔の剣。よし、今まで使ってた剣はどこ行ったかな。まあいっか。でこれでよいしょと。おお、で台座が戻り、うん、おお、あ、全部倒せか。くっそ、まさかの、こんな野郎どもが。はい、アイテムじょっこせー。ガー、しまった。ほら、鎧剥ぎ取ったらお前終わりだ。ほら、ほら、敵うら、倒し打ちでもしてろ。うら、くっそが、これが欲しいんだ、これが。よし、このね、剣士の紋章がものすごい欲しいからね。いって、取り返された。ほら、こんな野郎が。うわー、剣振れ、剣振れ、ぐる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 。うわー、鎧殴れたらお前は弱いんじゃ。ただね、おや、ぐわー、よし、これで上に行けるはず。よし、いや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 、あ、ダメなの、まだ通れないのか。しょうがない、戻るか。ほほほ、見てこ、あと2個。ん、まだ通れない、まだいる。あ、いた、まだ嫌がったか。封じ失敗した。こんなの、ほら、くそが。よし、
大丈夫じゃない？もういないだろう。まだいる？いや、もういないな。よし。いや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 。いるじゃねえか。それは気づかなかった。ほら、鎧さえ弾かれば終わりだ。ほら、そう、よし、まだいる？全然いる。ちょ、敵多くないかこのエリア。たまれこの。いって。この野郎。せい。また？もう大丈夫？まだ。まだ？そう。まだいる？ん？もう手当たり次第に倒したはずなんだけど。あ、いた。一回逃げ上がった。この野郎。ほら、ジャンプギリとどめ。ふう、やっと終わった。テレレレテレレレ。じゃあ上に行こうかな。こっち側は大丈夫かな。おお、よし。じゃあ抜けたということで、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。チャンネル登録、いかがでしょうか？次回もよろしくお願いします。